皆さんどうもこんにちは、うしです。今回なんですけど、iMovie だけで簡単にね、映画風な、シネマティックなね、映像を作る方法についてご紹介していきたいと思います。はい、というわけでこれから実際に編集画面をお見せしながらやっていこうと思うんですけど、もともとねその動画素材がない方だったりとか、あとね今ちょっとそのコロナでその外出ができない、撮影に行けない状況なので、今回は特別に僕のね映像素材が概要欄からダウンロードできるようになっていまして、今回ね編集する素材ももちろんダウンロードできますし、その他のね映像素材もいくつかダウンロードできるようになっていますので、僕のねそのカメラワークだったりっていうのをその映像素材から盗んでもらったりとか、あと今回ダウンロードできる素材は全部 iPhone で撮った映像なんですけど、その iPhone 一つでもこういう撮り方があるんだとか、そういう風にね参考にしてもらえればなと思います。実際に自分で編集したものについては、僕のタグ付けだったりとか、ウッシーから映像素材もらいましたっていうのを書いてくれれば、 Twitter、Instagram とかのそういう SNS で自由に使ってもらって構わないので、このおうち時間っていうのをぜひ有効活用して動画編集とかを楽しんでもらえればなと思います。で、このコロナの騒動が終わったら旅行に行って動画撮って、それを動画編集でまとめて、動画のね魅力というものを感じてもらえたらとても嬉しいです。はい、というわけでね、ちょっとね前置きが長くなってしまったんですが、これから iMovie だけで簡単にねシネマティックな動画を作る方法についてこちらの画面にてご紹介していきたいと思います。基本的なね iMovie の使い方っていうのは以前にこのような動画を載せているので、もしねわからない方はまずこちらをご覧ください。はい、というわけで今回使用する素材がこの3つになります。でちょっとねこのビューワーを見やすくするために、ちょっとここで画面を大きくして今回は説明していきます。でまずはねこちらを再生してみたいと思います。はい、このような素材となっております。はい、では早速ねこの動画をシネマティックに仕上げていきたいと思うんですけど、まずは上下にクロップというものを入れたいと思います。このクロップというのはこの上下のね黒幕のことを言うんですけど、これがあるかないかだけでその映像のかっこよさというものが変わってきます。ではまずこのクロップの編集をやっていきたいんですけど、実はこの iMovie だけではクロップの編集はできません。概要欄に僕の素材がダウンロードできるようになっているんですが、このウッシー素材と書いてあるものなんですけど、ここに素材が3つと、あとこのクロップと呼ばれる素材があります。こちらのクロップと呼ばれる画像を動画クリップの上に重ねます。重ねてこれを伸ばしてもらうと、これだけで簡単にね上下にクロップをつけることができます。でこちらのクロップの画像も自分の作品だったりっていうのに使ってもらって構わないので、自由に使ってください。この画像を載せただけでこのようにね上下にクロップをつけることができるんですが、実はちょっと問題がありまして、このクロップの幅を見ていてほしいんですけど、これだんだん広がってっちゃってますよね。このようにこのクロップの幅がだんだん狭くなっていってるんですよね。でこちらを解消するためには、まずねこちらのクリップを選択していただいて、この編集画面のこのクロップと呼ばれるところを選択してもらって、ここが鍵盤図になっているんですが、これをフィットに直してください。そうするとここのね上下のクロップの大きさというのが変わらないので、ダウンロードしてもらったらこちらの動画クリップの上に持ってきて、このクロップをフィットにするようにしてください。でよりこちらの映像をシネマティックに見せるためにはスローモーションを使います。スローモーションにする方法としては、この素材を選択していただいて、こちらですね、こちらでスピードを変更できるんですが、こちらを選択していただいて速度標準っていうところを遅くにします。でここで 10%、25%、50% と選択があるんですけど、今回は 50% で選択してください。そうすると、はい、たったねこれだけでちょっとねこう映画っぽい感じになりましたよね。これを全部のクリップに施していきます。選択してスローモーション、そして選択してスローモーション、そしてこちらの動画素材の音源は使わないので全部下げます。こちらで音楽を下げます。そしてこのクロップもこちらの映像に合わせて
長さを調整していきます。はい、あとはちょっとねこの音楽に合わせてこの音楽の切り替えと同時に映像も変わるようにちょっとね微調整していきたいと思います。はい、このような感じですね。はい、これだけでもいいんですけど、今回はこの一番最初と一番最後に、トランジションをつけていきたいと思います。トランジションをつけるにはこちらのトランジションを選択していただいて、今回はこの黒にフェードというものをつけていきたいと思います。はい、そしてこのトランジションの長さというのはこちらをダブルクリックしてもらうとこの継続時間というのが変えれるの でここで音楽に合わせた秒数を選択して適用します。はい、ではねこれで一度再生してみたいと思います。はい、でさらにこちらの映像のちょっと色味をこれから変えていきたいんですけど、こちらですねクリップを選択していただいて、こちらフィルターとあるんですけど、こちらを選択してもらってクリップフィルターっていうところを押してもらうと、このようにねいろいろなフィルターをかけることができます。このようにね海外っぽい色味にすることができたり、このようにねちょっと映画っぽい雰囲気にすることができます。今回はちょっとこちらの迷彩というものを使っていきます。それを他の映像にもそれぞれねちょっと場所が違うので合う合わないはあると思うんですけど、その雰囲気に合ったものをこちらのフィルターで選択していきます。あ、この辺かっこいいですね。最後はどうしようかな。はい、このような感じになりました。それではねこれで再生してみたいと思います。はい、このようにねクロップを入れてスローモーションにして、あとは必要であれば黒のトランジションとフィルターをかけるだけで、このようにね一気にシネマティックな映像にすることができます。で今回は映像素材もねダウンロードできて実際に編集ができるので多分、ね、かっこいい映像ができたと思うんですけど、1回だけでもこういう風に動画はねかっこいいのが作れてしまうともうね手遅れですよ。もう動画編集にハマっちゃいます。こっからねいろんなカメラが欲しくなったりとか、もう撮影に行きたいっていう欲がすごい出てくると思います。僕もね2年前までは普通に工場でサラリーマンとして働いてた身なので、そのカメラにハマった時っていうのはねもうねやめられないんですよね。なので、まあ、これを機に、まあ、そういう動画編集にハマってくれたりとか、その動画の魅力っていうものが、伝わったら嬉しいです。まあ、そして、まあ、すぐには無理なんですけど、いつかねこう何人か集めて一緒に撮影とかっていう企画も考えてるので、ぜひね、僕の YouTube、これからもチェックしておいてください。はい、というわけでね今回はねこれで終わりたいと思います。バイバイ。